こんにちは、レイセンです。今日は1月13日月曜日になります。絶食638日目ですね。天気は晴れです。今日もちょっと寒いね。で、睡眠時間は今のところ4時間ぐらいだいたいね取ってます。で、現在時刻は午前11時45分ってとこです。まあ今日も同じような感じでやっていくと思います。まあ、トーカミックスだね。トーカミックスで、まあ、5リッターは取りすぎだもんで下げたいとこですけどね。フレッシュジュース飲まないとちょっときついかなっていう感じです。そしたら、絶食638日目始めていきます。今日の1杯目入れていきます。フルーツフェスタオレンジですね。スジアタ名楽のオレンジを300、いつも通りこれ飲んで、神棚や、シャワー浴びて、神棚やって、で、まあ、買い出し行けたら行きたいってとこですね。で、有機豆乳。これも筋あった名楽の有機豆乳を200。で、あと水。神社の井戸水を、300。で、活性液、活性液、野菜デイズの活性液を大さじ1杯。もうあれかな、今日中にはなくなっちゃいそうな感じですね。で、塩だね。これ、ぬちまーす。ぬちまーすを 1g。したら、これ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツミックスを300で、有機豆乳を200で、活性液大さじ1杯。で、ヌチマースを 1g。 したらこれ飲んでいきます。次入れていきます。アップルを300で、有機豆乳を200で、活性液を大さじ1杯。で、ヌチマースを 1g。 ちょっと入れすぎたけど、まあ、これ飲んでいきます。次作っていきます。オレンジを300で、有機豆乳を200で、活性液大さじ1杯。塩ぬちまーす 1g。 したらこれ飲んでいきます。今風呂から上がったところです。次作っていきます。フルーツミックス、スジアタ名楽フルーツフェスタのフルーツミックスを300。風呂上がって、で、活性液、塗ってっていうか、まあ、スプレーで拭いて、で、有機豆乳200、フルーツ活性液だけどね。で、これは野菜デイズの活性液、これを大さじ1杯。
で、ヌチマースを 1g、 そしたらこれ飲んでいきます。で、次作っていきます。アップルは300、で、有機豆乳を200で、活性器大さじ1杯、で、ヌチマースを 1g、 そしたらこれ飲んでいきます。で、次入れていきます。オレンジを300、と、有機豆乳を200で、活性器大さじ1杯、で、ヌチマース1g、したらこれ飲んでいきます。で、次入れていきます。フルーツフェスタオレンジを300で、有機豆乳を200、あとちょっとですね。で、活性器大さじ1杯、で、ヌチマースを 1g、 したらこれ飲んでいきます。で、次入れていきます。フルーツミックスを300で、有機豆乳を200で、活性器大さじ1杯、もうこれでなくなるんで、これ全部だね。したらグリーントーヤにしようかな。グリーントーヤね、グリーン活性器だね、グリーン活性器、で、ヌチマースを 1g、 したらこれ飲んでいきます。で、次入れていきます。フルーツフェスタアップルを300、まあ、とりあえず活性器切れたもんで、まあ、今日はなしで、あとはしばらく、あと作る分はね、今日作る分は活性器もなしで、有機豆乳200で、明日からグリーン豆や グリーン活性器だね、でやっていきます。まあ、日付またがない方が、まあ、分かりやすいしなってとこですね。で、塩を 1g したら飲んでいきます。で、次入れていきます。オレンジを300、寝たんだけどね、結局布団で寝なくって椅子で寝ちゃったね。2時間ぐらいだと思うけどな、また確認するけど、ちょっと記録、起きた時に記録取ってなくって、多分2時間ぐらいで、塩ヌチマースを 1g、したらこれ飲んでいきます。まあ、今から飲むと記録に影響出るけど、まあそんな日もあってもいいってことで、フルーツミックス300で、有機豆乳を200で、塩ヌチマース1g、したらこれ飲んでいきます。こんにちは、レーセンです。あ、違うの、おはようございます。
今日は午前10時40分ぐらいですね。そしたら今日もいろいろ2回やってから体重測定入っていきます。で、そう、測っていきます。正面、側面、で、背中、69.5 ですね。で、血圧測っていきます。126-81 です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は3時間ほどとっています。午前3時から5時半までの2時間半と午前7時から7時半までの30分間、で合わせて3時間ってところです。で、ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度、午前11時半ごろ計測で21度、湿度は 30% でした。で、飲んだもの、野菜ジュースは今日もゼロですね、とってません。で、豆乳が 2200ml で、果物ジュースは3300で、果汁、今日も果汁はなしです。で、水は300になります。合計が 5800ml、 水300のため実質は5500になります。なので今日は 5.5 リッター絶食ですね。多いね。昨日が5リッターだからちょっとまあ多いな。で、きな粉大さじ0杯、野菜活性液は大さじ10杯ぐらいかな。確か10杯ぐらい。うん、で、塩ぬちますは 11g ってところです。ですね。で、尿回数15回出てて、濃さは普通に薄い、あと完全無色、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は出てません。おなら時々ありで、匂いはまあ少し臭いってところです。臭い、あのね、今日はあまり、臭いって言ってもね、ちょっとだね。ちょこっと匂うかなっていうぐらいで、あんまり臭くないんだわ。あんまりなんかきつい匂いはないっていうのかな。バキュームカーの匂いもないし、普通に嫌な匂いがわーっと上がってくるっていう感じもないんだよね。なんか少しだけなんかちょっと匂いあるなっていう、そんな感じでした。で、今日の計測時刻、午前11時頃に計測しています。昨日とは変わらないですね。で、体重が 60.15kg、 昨日に比べてプラス 0.4kg の増加です。割と増えてるんだよね、今日。昨日が5リッター、今日 5.5 なのに結構増えちゃってるんだよな、今日。やっぱバイオリズムとかかな、そういうのかもしれないですね。で、BMI は 19.0 でプラス 0.1、 体脂肪率は 12.2% でプラス 0.2% の増加です。まあ、なので今日体重も体脂肪率も上がってる感じですね。で、血圧126-81、最高血圧プラス4、最低血圧-1、なんで血圧もなんか上がってる。なんだろうな。まあ今日はね、布団で寝てないっていうのもあるんだけどね。あ、椅子で寝てたからね、椅子で。まあその辺もあるかなってとこです。ちょっとね、昨日は122、2日前は116、最高血圧ね。なんか血圧どんどん上がっている感じですね。うん。で、脈拍が70で、-7、ウエスト 69.5 センチで1センチの増加です。まあこれは、まあ、朝のドリンク2杯飲んでるっていうのと、あと水だね。水もちょっと残ってたもんで、それも朝取ってるんで、計測前に取ってるもんで、まあそれでちょっと膨らんでる感じですね。まあその辺だと思います。で、今日の気づき。まあ別に今日はそう、気づきっていう気づきはないですね。うん。やっぱり活性液頭に塗ると炎症っぽさは出なくなる。出なくなるね、やっぱり。
やっぱ確実にやっぱ効果あるなってとこです。なんで EM だよね、うん、有用微生物群だよね。この辺がやっぱ関係してるってとこだね、頭皮にね、つまりハゲに、ハゲには微生物が関係してると言って間違いないってとこです。でも炎症っぽさのヒリヒリも要は害になる微生物っていうのかな、ヒリヒリをもたらす微生物が動いてるんじゃないかな、関与してるんじゃないかな、うん、だもんで、うん、まあ善玉菌とか有用微生物の方だといい方向に働くっていうのかね、そんなところだと思います、うん、で明日はもう活性菌だね、野菜デイズの活性菌も全部使い切ったもんで、だから明日からはグリーン活性菌だな、グリーン活性菌がもう出来上がってるもんで、まあ、それ使っていこうかなってとこです。で買い出し行ってみかんをちょっと買ってこようと思ってます。うん、まあそれぐらいですね。で今後はまあ朝なるべく柑橘類のフレッシュジュースを取って、うん、まあ少なくとも1日に1杯500ミリぐらいは取りたいとかですね、うん、そうすると飲む量減らせるもんで、うん、お腹膨れるからね、うん、まあ、今後それをまあメインにっていうか重視してやっていこうかなって思ってるところです。そしたら、絶食638日目完了です。それではまた明日。